にちは、まち歩きチャンネルです。今回は黒田記念館を訪問してみたいと思います。黒田記念館っていうのは国立博物館の別館のような扱いですね。黒田清輝という画家ですねの、絵画を保存している記念館となります。代表作は時間上とか湖畔とかになりますね。ただし年中ここは禁止されてるわけじゃなくて、特別室が空いてる時だけ時間上や湖畔は禁止されてます。現在ちょうど禁止されてますので、公開されてますので訪問してみたいと思います。はい、黒田記念館に行くちょっと手前に実は何やら怪しげな建物があるんですが、これ駅です。駅の跡です。博物館動物園駅跡になりますね。ここパルテノン神殿みたいな何か建物っぽいですが、ここはもともと動物園とか博物館にアクセスするための駅があったところとなります。現在は使われてませんね。上島コーヒー店と黒田記念館一体です。なので黒田記念館に寄った後は上島コーヒーで一杯コーヒーを飲まれるととてもゴージャスな気分になれるのではないでしょうか。オープンテラスもありますので割と過ごしやすい空間になってますよ。まず黒田記念館に入る前に上田コーヒー側から外観を見ていきましょう。レンガ作りでとってもおしゃれな建物になります。ここは東京芸大の道を渡って向こう、逆側ということで、はい、ここの上島コーヒー側からも入れてしまうんですが、まあこれ一応裏ルートみたいな感じなんで、正しい正面からこの後入りたいと思います。ここから引き返していって、先ほどの駅の後に戻って、今度は正門の方に回っていきたいと思います。黒田記念館自体は年中オープンはしてるんです。ただし特別展示室がめったに空いてないんですね。なので空いてる時は狙って見に行った方がいいです。ね、2、3回ぐらいしかオープンはしてません。その特別室はなので見どころの期間っていうのがその限られた期間だけ年に3回ほどありますよっていうことです。はい、いきなり入らずにこう外観を攻めていきましょう。今度逆側の外観ですね。窓が縦に長いですね。これレンガ作りの基本形ですね。日本は窓が横に長いですよね。西洋の場合はレンガ積みますんで、縦に窓が長く、幅は狭くなる傾向があります。煙突がありますね。これは隣にある国会子ども図書館側から見ても美しく見える煙突になります。国会子ども図書館もまた後々寄っていく予定ありますので、その際またこれを見てみたいと思います。すごく高い煙火作りの建物ですね。黒田記念館の撮影ってのはできるのかっていうと、これ実はできます。中の撮影もできます。できないって書いてるサイトもあったりしたんですが、そんなことはありません。実は展示室も絵画もすべて、特別室開館期間2021年1月13日から1月24日、3月23日から4月4日なので今度1月ですね。狙い目は
黒田記念館についてっていうことですね。こちら建築についても一応こちら情報を載せておきますので、はい、黒田記念館は3階建てです。地下は特にトイレしかありません。1階もまあエントランスって役割と、あと売店がありますね。このハガキとかはすごく綺麗で、私も一個買っていきました。撮影許可というか確認をして全部 OK ということで撮影していってます。フラッシュをたかなければ全て撮影は OK です。エントランスホール、廊下、もちろん展示室内も OK です。赤絨毯の階段ですね。とてもゴージャス。ここを登って2階に行きます。2階が黒田記念館のもうほぼ全てと言っていいと思います。特別ここ空いてますね。後で見に行きましょう。ここが空いてないです、ね、はい。大きく部屋は4つ、訪問できる部屋は4つありますね。順番に見ていきましょう。映像室、資料室、これ実はコロナ禍でなければ映像をずっと映してたはずです。何回か来てますが、ここはこう短いショートの映像資料が映し出されてたはず。現在はこう狭い部屋に人が密集しないようにということで中止になってます。またね、落ち着いてきたら映像も戻るでしょう。資料室の方もまあ目ぼしいものは特にない状況。ソファーがあって、本当は多分テレビのとこ資料が映ってたような覚えがあります。まあただ部屋の内装をゆっくり眺めることができますね。はい、残念、ここも座れないしということで、また落ち着いたらここも解放されるというか元の状態に戻るんでしょう。今回は諦めましょうということで、黒田清輝の銅像が見えてきます。西洋画家、近代日本に西洋画家の技術をこう伝える大きな役割を果たした方になりますね。ちょうどフランス渡られた頃って1800年代後半だと思うんですけど、印象派全盛期の頃に渡ってますね。なので1850年から1916年フランス、1893年に帰国なので、ちょうど印象派ですね。技術とかを学んで、マネとかこうラフ像とか描いちゃって、こうだいぶガガンに衝撃を与えたような時代と重なってるんだと思いますけど、実際黒田清輝も日本の画壇に衝撃を与えることとなります。ここには、最後何年まで生きられたかっていうところまで、58歳まで生きられたそうですね。はい、奥に痴漢場が見えますね。盛り上がってまいりました。ただ痴漢場の方にはまだ行かない。黒田記念室、ここは年中空いてるとこになります。当初から、家業を検証するための部屋として作られました。今から行くのは特別室ではなく黒田記念室の方、当時公開されている絵画の部屋になります。はい、ここも充実しているコレクションですね。
黒田記念室。趣のあるいい部屋ですね。ここでゆっくりと座りながら絵画を眺めてみるのもいいと思います。そこにあるのはカンパスですね。少し壁沿いにここからぐるーっと回っていきたいと思います。天井、これ自然光取れてるように見えますけど LED のライトだと思います。紫外線入れるほど力技でぐる技術がないはずなので基本的には LED 照明。一枚一枚もちろん撮影 OK です。 OK の美術館っていうことですからね。これは必ず確認してくださいね。黒田記念館は OK っていう確認が取れてますので絵の撮影もしていってます。フラッシュ焚いちゃダメですよ。まあフラッシュ焚くと一般的には絵が傷んじゃうとかそういった理由もありますんでね。強い光だとどうしても劣化しやすいですからね。紫外線っていうのが当たっちゃうと。まああと撮影禁止になる理由って他にもあったりはするんですよね。持ち主の方が撮影しないでっていう場合っていうのが一番多分今多いんじゃないですかね。そのフラッシュだけじゃなくてね、フラッシュ焚かないでも撮影しちゃダメっていうのがある場合もあります。それは持ち主の方がダメっていう理由。ディーゼル、椅子、カンパス、一式ですね。いいですね。印象派だから外で書きますかね。外で持って出れるようなものがチューブ開発されましたんで、外で書くための画材がある。そろそろ今回の本命ですね。特別室に訪問していきたいと思います。舞妓模範痴漢城、代表作、パリッパリの代表作ですね。はい、特別室にご飯、むちゃくちゃ有名ですね。東博にあるっていうイメージもあると思うんですが、これは黒田記念館に実はあるものです。ただし黒田記念館は東博の一部ですから。痴漢城、ラフ像ですね。これはかなり衝撃を与えることになります。ただし日本人をモデルとはしてますが、もう体の比率は西洋人の比率ですね。舞妓、日本部分もありましたんで、フランス側でも舞妓さん描きたいぐらい。モネとかね、ジャポネーズとかめちゃめちゃ舞妓さんの格好したカミーユが描かれてたりしますんで、そういう意味ではこう黒田もザ・日本って感じで読書。このモデルの子は結構多分何回か出てきますよね。私も大好きなの後ろ姿の絵画もありますけど、モデルのマリア・ビオですかね。はい、何回かモデルになってると思います。さて、はい、って行ってみましょう。はい、もういきなり代表作でございますという感じですね。読書、舞妓、痴漢城、3つの要素を提示してますね。3つで1つの作品です。痴漢城です。はい、ここも撮影 OK です。すごいですね、やっぱり情報量が半端
派ではありません。比率がやはり日本人のそれではないですね。現在の日本人だったら近い比率の方もいるでしょうけど、まだね、1890年とか1900年初頭とかそういうレベルですから。ただこのラフ像を発表したことで、だいぶ画壇からは大きくこう衝撃と批判っていうのはあったはずです。まあそれをうるせえって跳ね返してるっていうのが黒田清輝の、まあ、男前の伝説というか、はい、そういったエピソードもあります。ご飯がやはりその中でもいいですよね。こういうゆりとご飯を楽しめるスペースがあります。ベンチもありますので、こうゆっくり、はい、ご飯涼やか、暖かいでしょうね。こう夕涼みというか、ご飯で涼む、とてもいい絵画となっています。はい、ぐるーりと見て回ってます。この床に映るまた地感情の美しさも素晴らしいですよね。あ、この形ここ一番綺麗だと思いません？はい、今度1月に見れますから、また皆さん期間を狙ってサイトの方でも公開されてますが、結構固まった期間でしか見れないので、それもごくごく短い期間しか公開されてませんので、ぜひ見逃しなく行っていただければと思います。はい、これが一番美しい地感情のショットだと思います。さて、これで一応2回すべて終わったので、あとはもう降りていって帰るだけです。ミュージアムショップが1階にはありますので、ぜひ寄っていっていただきたいなと思います。ご飯のハガキもありますし、読書もありますし、地感情の絵ハガキもありますんで、絵ハガキは買った方がいいと思います。なんだろう、こう一番かさばらずにファイリングできて思い出にも残るから、絵ハガキでいいと思うんですよね。もうお値段も100円ぐらいですし、何かのを見て、ああ見に行ったよ、こんな絵だったよっていうのは、やっぱり絵はがきっていうかポストカードは一番私はお土産の中で大好きなんですね。なので美術展絵画展行ったら必ず絵はがきを買います。まあもっといろんなグッズも売ってるので、気に入ったものがあればいただいたらいいかなとは思います。はい、このミュージアムショップですね。カフェっていうのは上島コーヒーのことです。お店そんなに広いスペースじゃないので、ちょっと撮影はとりあえずやめておきました。いきなり店員の方映っちゃいますので、はい、あとはこれは渡り廊下、もうミュージアムショップを上島コーヒー側に抜けたところですね。キラーっと振り返って、ぜひ、これはあのミュージアムショップ自体はずっと開いてますので、はい、で、ぜひグッズを見てみてください。そして上島コーヒー側に抜けていって、1個は出口となるでしょうということになります。まあ、黒田記念館に寄った後、香り高いコーヒーを楽しむっていうのはなかなかいいものじゃないでしょうか。席もいっぱいありますしね。オープンカフェにもなっていて、ストーブも確かついてるので、割とくつろぎやすい。そしてカフェって実は上野の森って、恩賜公園内には多分スタバとかあるんですけど、割とこの辺りになるとないので、カフェは。そういう意味では、寄ってみてもいいんじゃないかな。外に出てきました。いかがでしたでしょうか。黒田記念館自体は年中空いてます。特別室が空いてる期間が限定的なので、まずはこう通常の期間に行ってみて、パッとこうパッとか
宿泊とか行った記事によれますので、ちょっと見てみて、特別展示室が空いてる時をまた狙ってもう一度行ってみるっていうのもいいし、何度も無料ですから寄れますので、何度も何度も寄っていただくのもいいと思います。上野の森に行かれたらぜひ一度はお立ち寄りください。ではこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。